ファイナル優勝戦第12レースの開始を迎えています断然の人気1号艇の前澤ここで優勝を語りますと今年は V6 来年のクラシックのチケット10日クランプが点灯ということになりますここからの相手探しとなっていました ボートレース龍2017年のファイナルシリーズは5日間の第11回のボートビア南部杯優勝戦12レースの開始を迎えています並びは現在枠なり対戦の6世は1号艇東京前武・前澤武二号艇東京・一ノ瀬明、3号艇愛知の坂本博仁4号艇が埼玉の後藤宏5号艇埼玉岡部聡そして6号艇東京・梶野隆史と以上6メンバーの対戦スタートまで1分を切っています引戦には断然の人気1号艇の前澤船券の対象から外れておりません ここで優勝すれば通算11回目そしてこの2017年は6回の優勝ということになります2コース2号艇の1の瀬こちらも実績は十分でありまして今シリーズ堅実な走り3コースには3号艇の坂本です内寄りでシリーズ3勝目をマークいたしまして角に引っ張って4号艇の後藤ですこのメンバーの中で実績はナンバーワンこの気流の水面は G1 初 V の思い出の水面でありましてここは角線 5, コース5号艇の岡部聡サイアウト6号艇東京梶野高史枠なりの3対3、風は無風状態絶好の水面コンディション2017年ボートレース桐生最後に優勝を飾るのはどの選手か枠なりの3対3、新入隊形インコースから1番、2番、3番4番、5番、6番隊形優勝戦12レーススタートいたしました。 ほぼいご視線きれいなスタートになりました若干5コースから5号艇のぞこうかという体勢1周1マークでなりますがまずはインカレにいる体勢は1号艇そして2号艇が内3号艇が外さらに4号艇左右内の方から6号艇が差し込む体勢バックストレッチ向こう上面さあここはインセを仕切ったが1号艇の前澤武史リード2点止半ぐらい2番手追走2号艇の一ノ瀬順走の形3番争いでありますが4号艇3号艇内をついて外枠の2点も接近いたしまして向こう上面から2マークの旋回スタートの方は前艇正常です まして、上位の体勢は1番2番4番の体勢がレースの方はこれから2周目です。リードは3定時1号艇前澤2番手追走2号艇の位置のせ3番争いは4号艇3号艇さらに内側の方から5番6番も接近いたしまして、まだまだ3番争いは油断を許さないという状況になりまして、今度は1マークの旋回です。1号艇が先前体勢そして4号艇を生かしまして、左右のろから2番差し4号艇の後藤宏が単独の3番手1番2番4番後方向かって3番5番6番という体勢で向こう。上面中間点です。陰線を仕切ったのは1号艇の前澤武。 近況は好調なリズムを保っておりますがトップを回走2番手、追走2号艇の一ノ瀬そして3番手、4号艇の後藤宏アウトの中らもう一度3号艇が攻めていこうかという強を付け前が決まったが3号艇の坂本1番、2番、4番か1番、2番、3番の大勢かさらに低審査6号手、3号艇がちょっとやり合うかという形になりまして3周1マークになりますが1号艇2号艇そしてくるっと小回り旋回6号手最内の方から今度は4号手も接近いたしまして今度は外にっていった3号手ですがまだまだ3番足らせ分かりません。 1>, 1番、2番、3番の体制となって後方は4番、6番の4番争い最高峰、5号艇2連対123倍ちょうど3連対123は5.9倍と断然の1番人気4番争いが3艇です1番、2番、3番の体制今上位3艇ラストンマークをくらえたしまして最後の直線コース3号艇、若干ターンが膨らんでおりますが3番争いは激戦となってくるか1、2、3の体制か今1着で号艇、前澤優勝5輪2着、号艇1ノせ豪輪3着、3号艇の坂本五輪その後は6番,番、4番、4番、6番接戦最高峰、五番、ゴールインです。